どうも、今日丸一日本当に一番運気がないんじゃないか説のまちちゃんです。はい、かなりへこんでいるので、このテンションでいかせていただきたいのと、半分以上私が悪いと思って聞いてもらったらいいんですけど、びっくりするぐらい、そんなことあんのぐらいの運のなさを皆さんにちょっとエアドロさせていただきたいなと思って、今日はすいませんが、ちょっと何があったかと言いますと、今日はですね、ちょっといろいろ予定があって、名古屋駅に自転車置いてあるんで、その自転車を使ってたんですね。で、その自転車を使って薬局行こうと思って、薬局に自転車に行ったわけなんですけど、薬局の前にある自転車、たくさんあってたくさんあってとか言ったら失礼かもしれないけど、たくさんあったんですよ。あ、止めていいんだと思って、もう喜んで止めたわけですよ。で、やっぱ企画とかも考えたりとかしながらしてたら、30分ぐらい薬局にいたんですよ、気づいたらね。で、あ、もう帰ろうかなと思って、自転車見ようと思って、消えてました。あれ、ここに自転車置いたよねみたいな感じで、なんか床に、その地面コンクリートの上に紙貼られてて、なんか自転車ここ禁止区域みたいな、シャー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 、電車がおじさんたちの力によって、私の自転車は、私のジープちゃんは消えました。はい、で、それはさ、私がちゃんと見てない自分が悪いじゃん、悪いわけよ。で、そういうのってちゃんと返してもらえるのかなと思って、気をつけてよみたいな、イエローカード的な感じで返してくれるのかなと思って噛みました。3500円、高ない？もはや新しいチェリー買った方が早いんじゃないかとかも思ったんですけど、もうなんかめちゃめちゃ愛用してて大好きな自転車だから、さすがにと思って取りに行こうと思って、もう昨日の夜とかめっちゃ調べて、とりあえず朝早く起きて取りに行こうと思って、結局今日8時半とかに起きたんですね。で、次ネイルがあるんでね、忙しいから、おかんがもうタクシー2000円ぐらいできるし、1000円出してあげるから行っといでみたいな感じで、おかんが、ね、1000円くれて行ったの。もう1000円握りしめてタクシー呼んでもらって行ったので、タクシーのおんちゃんに自転車保管所行きたいんで、行ってお願いしますみたいな言ったわけよ。で、分かりましたみたいな。でもちょっとなんか最初からちょっと怪しい雰囲気は出てたの。イヤホンをいつもなんかちょっとつけながら編集したりとかして、タクシーなんだけど、なんかちょっとイヤホンつけずに、普通に携帯いじってたり外見てたりしてるんですよ。でね、なんとなく大体の場所は分かってるからさ、タバコそこさないとかさ分かってたわけよ。で、なんかずっと外見てて、でもなんかナビから高速道路の出口ですとか聞こえて、おかしいんじゃないかなと思ってたの。もうメーター2500円です。もうとっくの昔に通り過ぎとって、結局最終的にこっちがミスだから、こっちを会計1回して1000円返すねって言われたの。でも、もうどう考えても1000円以上の道を通っとるのね。なんかもうむしろあっちプラスなぐらいなの、もうこっち損なの。いや、もうありえんじゃんその時点でと思ったんだけど、なんかそのタイミングで、どうしようとりあえずみたいな、もう私の中が頭が回ってなくって、そんでさ、自転車の保管所とかついて親にさ、これ私がおかしくないよね、ないよね、ないよね、ないよねみたいな、もういいやと思って、もういいや。しかも降りたのね、自転車保管所に着いたのね。で、そしたらまさかの衝撃事実なんだけど、保管日時見てください。毎週月曜日から土曜日まで午後2時から午後8時まで。はい、で、今の現在時刻13時19分です。終わったやん、なんで45分ここで待たなかんやん。でもね、13時19分なら、じゃあ、あと40分お前頑張って待ってよって感じじゃん。実質ついてるの12時だからね。こんなついてないかね。ちな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 聞いて。ちなみに、今年の神社ね、3軒行って。で、1回目が、豊国神社に行ったの。で、34番の大吉だったの。で、2回目の、サルタイコ神社行ったのね、34番の大吉だったの。でね、で、なんか、大須にある、なんか、うさぎの神社、みたいなところがあるんだけど、そこの神社に行って大吉だったの。ねえ、私の、そこで全部使った？マジで。本当にいい加減にしてよって感じで、もう本当にイライラが止まらなくって、このイライラをどこにぶつけたらいいんだみたいな。
もうほんま完全にね、まあ、私がこんなことをしなければこんなことにならなかったのも分かるんだよ、分かるんだけどさ、さすがについてなさすぎ、なんかどっかぐらいさ、ね、どっかぐらい別にいいことあってくれよって感じじゃん、こっちからしたら。ねえ、もう本当にこの依頼をどうしたらいいのかもう悩んだ結果、コアラのマーチやるじゃん。で、このコアラのマーチってさ、思いっきり振ったらさ、チョコの丸になるみたいな、めっちゃ昔流行った高校生の時に、もうそれを、まあ、現状このここでストレス発散するしかもう方法がないことに気がついたので、今から私はこのイライラをストレス発散でこいつをチョコ丸くしていきまーすっていう乗り気のない企画をしていきたいと思います。だけど、え、思った以上にすぐできちゃった。全然できてなかったです。ありがとうございました。お祓いに行きたいと思います。はい、それではですね、まあ、こうやって運のない人間もいるんだなって思いながら、ちょっとまあいいね、コメント、チャンネル登録もお願いします。以上、わっちゃんでした。バイバイ。また明日。